NWO 大阪上陸、 NWO スピン6入場。ここで止められるのか、安田飯塚。この試合、チームに乗った NWO 高田千代龍に行きましょう。青コーナー、NWO 190キロ、NWO のこの2人が登場してまいりました。NWO スキング、100キロ、そして6。青コーナー、新日本プロレス、約93キロ。それを迎えします、新日成紀。安田かな安田忠雄、飯塚隆、技の切れ味は抜群です。飯塚隆、さあ NWO スティングとその6を相手に安田と飯塚がどのような戦いを見せるんでありましょうか。ストロングスタイルエボリューション in 大阪ドーム、この大阪ドームにおけるプロレスこけら落としのこの一番。さあ今ゴングが打ち鳴らされて、不気味なこの静寂の中で試合が始まろうとしています。まず NWO サイドは6が、そして新日サイドは飯塚が登場してまいりました。マサさん、はい、いよいよこの NWO がですね、はい、この大阪ドーム登場、この後続々と出てくるわけですけれどもね、はい、まずこのタッグに登場してまいりました6と NWO スティング、はいはい、まあ、6はですね、かつてライトニングキッドという名前で、はい、この新日マット登場したわけなんですけれどもね、はい、やっぱかなり雰囲気変わりましたね。そうですね、マットなんかちょっと風貌が変わりましてね、体は大して変わってないんですけどね、レスリングのスピードがものことがありましたけど、はい、それでちょっと磨きがかかってきましたよね、早いですよ。はい、トップオブスーパージュニア4に参戦いたしました。その時にはライトニングキッドというリングネーム。それでライトニングキッド1、2、3ですからね、6ですからね、だから6って呼ぶんですよね。あ、なるほどね、1、2、3キッド全て足して6と、しかもキッドを取ったというのはそれやっぱりその辺のその脱皮と言いますかね。そうですね、もちろん NWA 入って、はい、これだけ磨かれてね、もう自分はキッドじゃないと、はい、そういう意味で、まあかっこよさのリボンですからね、さあその6、かつてはライトニングキッド、あるいは1、2、3キッドと言われていましたこの6、身長は190センチ、まあ、いわゆるこうジュニアの中では非常に長身なんですが、体重は102キロというご覧のようなこうどちらかというとこうスリムな体なんですが、先ほどマさんがおっしゃったようにこのスピードはやはりこのジュニアの中でも秀でたものがあります。しかしこの体は当たり負けしません、飯塚。ああ、エルボーで迎え撃たれる。おーっと、これはうまくかわしましたが、しかし、マサさん、非常にこうトリッキーな動きを見せますね。だって彼はミネアポリス出身ですからね。ははあ、結構、まあ、レスリング王国っていうか、レスリングいっぱい住んでるところでね、はい、ますから、さあ、そして、新日本がかかる。この巨人であります、193センチ安田忠雄が登場。おお、こちらの方も NWO スティングにスイッチいたしました。千葉さん、この NWO スティングの登場の仕方というのも非常に向こうでもセンセーショナルで。そうですね、本物のスティングはね、はい、WCW 本体から NWO 入りかという揺れていた時にね、現れましてですね、早速やってますけれども、本当に
スティングのそのままコピーして色を黒くしちゃったというそんな感じですよね。そうですね、体もあの分厚いですからね、本家のスティングよりも迫力あるかもしれませんね、一応ですね、あの手元の資料では身長は192センチ、まあ、身長に関してはスティングとあまり変わらないんですけども、体重125キロということで若干本家よりもですね、やっぱりありそうですね、あの厚みがありますよね、体にね。しかもあのコスチュームですね、黒いタイツの右もものところ、あのスティングがやはり自分のタイツにこの刺繍といいますかね、施しておりますのサソリをそのまま使っています。さあこのスティング LWO スティングですが、しかしさすがのこの NWO スティングも安田のパワーの前には一歩引き気味か、あーっとうまいコンビネーションを見せています。あのキックですか、高いですよね、さあそしてすぐさまそれでこのなんていうんですかね、この不満目にパッとタイミングね、入ってくるタイミングね、このセクシーうまいですよね、やっぱりね。さあカバーに入った NWO スティング、今度はサイドからスーペクスを落としていきます。おそのままカバーに入ったがカウント1つ安田忠雄。しかし松田さん、この安田もですね、先ほど行われました九州シリーズで5番勝負を戦い抜きました、やはりあのシングルのしかもかなりこう上位の選手との戦いの中でいろんなものを得てきたと思うんですけれどもね、そうですね、まあ障害は別としてね、あ中身ですよね、彼の場合はね、中身がものすごく良かったですからね、それにもう体も人一倍も大きいし、またこれ胸とか肩の筋肉もぐっと大きくなってきましたからね、あとはもう自信だけなんですよね、プロレスに対してね、それもだんだん上がってきましたからね、もう体はこれからもう上の方に行くんじゃないですか。あの体重だけ見ましてもね、今までは一番重かったその橋本を上回りまして、現在新日ナンバーワンの140キロなんですよね。ああそうですか、すごいですね、この身長に140キロとかね、大きな武器ですよ、おお軽々とこの6を吹き飛ばしました安田。しかもこの体重を支えるだけの下半身ができてきましたよね。そうですね、もともと下半身はね、鍛えてますからね、ただ彼に必要なのはただスピードなんですよね、ただそれだけなんですよね。なるほど、さあ今度は赤コーナーまた飯塚にスイッチいたしました。おおかなりパワフルなこの NWO スティング、しかしマサさん、この NWO スティング、この顔面のペイントで正体というのは不明なんですけれども、これ突如出てきてこんな実力があるわけはなくてですね、何かしらの過去を持っているとは当然思うんですけれどもね、それ言っちゃうとまたね、夢がなくなっちゃうんでね、じゃあ実力はね確かに持ってますよ、一番最初来た時はすぐ分かりましたよね、しかし NWO っていうのはいろいろなところからまた掘り出してくるもんですね。まあ掘り出してくるからスカウトね、全世界の、NWO の選手、いい選手をね、スカウトしてますよね、まあ、ご存知のように長野正弘も NWO との正式契約を交わしたという発表もありました。柴田さん、あの報道はですね、我々にとっては非常に衝撃的だったんですけどもね。そうですね、それでもいろんなさまざまな問題もクリアされてですね、向こうでもテレビにもどんどん出れるということですよね、もう WCW マットを主戦場にしてですね、アメリカをメインのテリトリーにしようという、入ってカウント2、今日の世界戦略はね、もの見事にはまりましたよね、まあ、そして今回その LWO 君が退去して押し寄せてきましたが、もう本当にその水先案内人というかパイロットとしてですね、今回は NWO の完全な一員として来てるわけですよね。そうですね、NWO の T シャツがね、あれだけ似合うのもね、今日の本当にもう元々そういうやっぱり男だったんですね、本当にも完全に NWO のレスラーとして今回は参加しております長野正弘ですが、今回来日しましたその NWO 軍団のその先兵役、まずこのタッグマッチであります6と、そして NWO スティング対安田忠雄飯塚隆のこの試合、軽量のその6に対して攻撃を畳みかけていきます飯塚。
しかし、マサさん、この飯塚もですね、はい、山崎と組んで、あの IWGP のタッグのベルトを取って以来、はい、ちょっとですね、活躍の場が今失われている状況だと思うんですが、まあね、それはね、今ないですけど、まあリングの上はね、はい、一生懸命やればね、チャンスだっていくらでも転がってこいときますからね。そうですよね。与えられた、まずレスやることをね、やっておいた方がいいですよね、はい、やっぱりいい加減だともうチャンスつきませんからね、それで、はい、飯塚真面目だしね、あまり物はしゃべりませんけど、もう一生懸命やりますからね、はい、まあ、特にこの NWO 軍が来襲してくるにあたって、まず今回その対 NWO に抜擢されたということですね、やっぱりこの辺のチャンスを生かしてまたステップアップというのは、飯塚にとっては非常にいい時期だと思うんですよね。そうですね、やっぱりこういう選手にね、打ち当たってく選手って新日本には飯塚しかいませんからね、まあ、その飯塚とそしてタッグを組んだ安田、この安田にしましても、もうサイズ的にとにかく外国人選手と真っ向から渡り合える貴重な存在です。 NWO は本当に大きいですよね、NWO スティングも大きいですけど、はい、安田選手はね、山本に立たないと厳しいですよね。そうですよね。まあ、日本でもおなじみのですね、あのスコット・ノートンが NWO 軍の中に入りますと、身長だけでいけば小柄な部類になっちゃいますからね。あの長野がね、みんなと記念写真撮ってましたけども、小柄に見えましたからね。そうなんですよね。さあ、この安田の頑張りがこれからのまた対 NWO の大きなポイントになります。さあ、その安田、さあ、ダブルアームのスーペックス、距離も出ました。カバーに入った、あ、カウント2で返す。やっぱりマサさん、まあ、6といえどもですね、まあ、クルーザー級、日本でいうジュニアヘビーの選手ですからね、はい、安田とのこの顔合わせというのはちょっときついでしょうね。そうですよ。でもアメリカでは、ね、6なんかやっぱり大きい相手と戦ってますからね、まあ、あのクリス・ベロイね、はい、彼もそうですよ。100キロないみたいな、120キロ、30キロ相手と戦ってますから、はい、さあ、この NWO スティングのアシストに対して安田が今度はリーチにスイッチいたしました。さあ、裏投げ、そのまま片指固めはまた NWO スティングの登場です。さあ、ここに安田が行く、不意を突かれました。さあ、ここでフィニッシュに持っていくのか、安田ハイキック、叩きつけられました。6今のすごいですね、しかも飯塚の肩越しですからね。さあ、さらにもう一度裏投げ、今度はどうだ、しかしまたここで NWO スイング。さあ、ここはまたおとなしく戻っていきますが、さあ、行こうとフライングニールキック。しかし6の方もやはりこうやられすぎたんでしょう。ようやく NWO スティングにスイッチいたしました。さあ、今度はパワーに物を言わせての NWO スティング、おっとフロントから、そのままスープレックス、カウント2つ。いや、マサさん、今完全に勢いが止まった後からもう腕力だけでフロントスープレックス持ってきましたね。そしてダイビングラリアット。さあ、カバーに入る飯塚、どうだ。やっぱりスティングですね、メダルのスティングね、はい、やっぱ力強いですよね。かなりのパワーですね。で、体型的にいいレスラーといい体しますよね。さあ、そして、おっ、サソリ固め、スコーピオンデスロック。しかし、これは安田のぶちかまし。なんかあの本物のスイングと比べるとまだ荒削りですけど、そうですね、パワーで上回ってますからね、これがどんどん上手くなってきたらすごい存在になります。シックスがまた空中戦です。さあ、おっと、今度は逆に飯塚がバックを取るが、おーと NWO スティングがラリアット。さあ、安田が戻ってこられるか、うわ、そのままどうだ、カウント3入ってしまう。